杯飲むだけで痩せるドリンクお伝えしていきます。この動画では朝飲むだけで次の食事までの血糖値をコントロールすることができて脂肪を溜め込みにくくしてくれるドリンクの効果とレシピがわかるんですよ。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのドリンクを朝一杯飲むだけで痩せることができるのかというその理由ポイントについてお伝えします。こちらです。痩せるポイントが4つもあるんですよね。1つずつお話ししていきましょうね。まず1つ目です。このドリンクを飲みますとあなたの腸内環境が整います。結果あなたのですね腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が増えて元気になってくれてあなたは根本的に痩せ体質に生まれ変わることができるんです。そして今度2つ目です。食物繊維が非常に豊富なんですよね。この食物繊維があることで先ほどお伝えしたその痩せ菌の餌になるわけなんですよね。もうこの餌をやっぱり与えてあげないといくら痩せ菌がいてくれてもその痩せ菌くんたちがですね、元気になってくれない、育たないっていうことですよね。ちゃんと餌を与えてあげる必要があるんですね。またもう一つこの食物繊維を朝しっかり摂ることでメリットがあるんです。それは何かと言いますと朝にですねしっかりとこの食物繊維を摂られると次のお食事までの糖の吸収や血糖値のコントロールが持続してくれるんですよね。ですから緩やかにですねその血糖値のコントロールをしてくれるわけですから太らないってことになるんです。この食物繊維を味方につけることがとっても大切になってくるんですよ。そして3つ目です。アントシアニンが豊富なんですよね。こちらポリフェノールになるんですけれどもこのアントシアニンを摂ることですごいダイエット効果があるんです。ちょっと見てみましょうね。まず内臓脂肪の吸収を抑えてくれる効果であったりあなたの血液中の中の脂肪を減らしてくれる効果もあります。また血糖値の急上昇を抑えてくれるんですよね。もうこれが大事。血糖値が急上昇するときに脂肪が溜め込むわけですからここが穏やかに上昇してくれれば脂肪を溜め込まずに済むということになるんですよね。また抗酸化作用がありますから活性酸素を除去してくれて私たち女性にとっては嬉しい若返り効果もゲットすることができてしまうのがこのアントシアニンの効果なんです。そして最後4つ目の効果タンパク質が取れてしまうんですね。もうここも大事なんですよ。もしあなたがダイエットを成功させたい健康で綺麗になりたいってね心から願っていらっしゃるようであればまず大前提はこの1番目の腸内環境を整えることがベースプラスこの腸をですね作っている元材料がやはりタンパク質ですよね。腸に限らずその臓器であったりこの体もそうですしホルモンもそうです。そういった体重をコントロールする味覚をコントロールするそういったホルモンももう全てやっぱりタンパク質がないと作ってもらえないってことにねなるんですよね。ですからタンパク質がないとは元も子もないということになります。ただよくね私もご相談を受けるんですけど もう先生朝がね忙しくてもういろいろ食べてられないんですって準備する時間がなくてついついこう単品のこうパンとかおにぎりだけとかもうそれでこうガブガブとこう車の中で食べてね仕事行っちゃうんですよってこれが太るもとって分かってるんですけどなかなかですねっておっしゃる方もね実は多いんですよね。もう分かります。ただそのまま放置しておいてしまうともちろん太ってしまいますし今健康も害してしまうわけですよね。非常に良くないんです。そこで今回私がもうとにかくもう簡単にすぐできる朝一杯飲むだけでこの痩せるポイントが全て手に入るドリンクを動画の最後でお伝えしますからぜひ楽しみにお待ちくださいね。では2つ目の項目に行きましょう。
何をということで、今回朝一杯飲むドリンクの材料が持つ全てのダイエット効果をここの項目で詳しくあなたにお伝えしていきます。もうベースはとにかくこの大豆製品になるんですね。もう大豆製品は全般もうタンパク質が豊富、食物繊維も豊富、またビタミン系ですよね、鉄分やマグネシウムが豊富ですし、イソフラボンが取れることで私たち女性には嬉しいその女性ホルモンと似た働きをしてくれる成分がやっぱりたっぷり入ってるんですよね。そしてカリウムも豊富ですから、むくみ改善、デトックスもできちゃいますよということになるんです。そしてベースで使う元は豆乳を今回使います。無調整豆乳です。でこのもう豆乳がとにかくもう今までもお伝えしてます通り、腸内環境を整えるのも抜群の飲み物になります。食物繊維が豊富ですし、またオリゴ糖まで入っているので、このオリゴ糖がですね、もうとにかくその痩せ菌たちのこれまた餌になってくれますから、もうおすすめになります。そしてそのことで便秘解消になりますから、結果代謝が上がってカロリーをとってもこう燃えやすい体に生まれ変わることができる。そしてタンパク質を摂ることで代謝が上がって、またコレステロールがゼロの飲み物になるんですよね。そして特に生理前に飲んでいただきたいんです。生理前っていうのはやはりホルモンのバランスが崩れてしまう関係で食欲が暴走してしまったり、なかなかですねいろんな不調がまあ出てしまう期間になるんですよね。その時に生理前に飲んでいただきますとデトックスすることができるんですよ。そこで中でもおすすめなのが、大豆製品の中でもダントツ食物繊維が多いきな粉を今回使います。このきな粉がですね、もうたったの大さじ1杯で 2.7g も食物繊維がまず取れてしまうので、便秘の方にも有効です。しかもタンパク質がすっごくね多く含まれているんですよ。たったの大さじ2杯で 10g も取れてしまうんです。でこの量はだいたい女性の私たちでしたら1食あたり必要なタンパク質量というのが 20g って言われてるんですよね。その半分がたったきな粉大さじ2杯でもう取れてしまうということになるんですよね。しかも、比べてみると分かりやすいと思うんですが、ゆで卵1個がタンパク質 6g しかないんですよ。ということはこのきな粉を大さじ2杯取るだけでゆで卵1個分以上、約倍のタンパク質が取れてしまいますよっていう、もう優れた食品になります。また先ほど冒頭1番目で痩せる効果ということでそのアントシアニンもお話ししましたが、このきな粉もですね、いろんな種類ありますよね。強風きな粉とか、いろんなねその豆によってきな粉の種類ってあるんですけれども、できれば黒豆からできているきな粉を使われますとそのアントシアニンが豊富ですから、同時にアントシアニンも取れてしまいますっていうことと、今回ドリンクで使う材料の中の一つにこの黒ごまも使います。でこの黒ごまもアントシアニンがいっぱいね、もう真っ黒ですから、入ってるわけですよね。でそのアントシアニンが、繰り返しになりますけれども、内臓脂肪の蓄積を抑えてくれる、また血糖値の急上昇を抑えてくれる、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるって、そのもうスペシャルなドリンクへとですね、作ってくれるその材料の一つになってくるんです。そして最後の材料はこちら蜂蜜になります。もしもですねその甘みがいらない方は無理に蜂蜜を入れる必要はないんですけれども、ちょっと甘みが欲しいなっていう、ラテ風ですよねにされたい場合は、私は腸活専門家の観点から、いろんな甘味料ありますけれども、やはり天然の 100% のこの蜂蜜をおすすめしたいと思います。なぜかというととにかくもう栄養価が高いんですよね。ダイエットを成功させたいという時はもうとにかく栄養が取れていないと絶対に痩せることができないんです。なぜかというと栄養がないとそのホルモンが作ることができなくなってきてしまって、結果食欲が暴走してしまったり、ホルモンがうまく働かずにどんどん太っていってしまうと、その負のスパイラルへとね入ってしまうわけです。非常にもったいないんですよね。しかも危険です。なので蜂蜜を摂ることで必要なビタミンやミネラルがもうここで取れてしまうわけですよね。でまたアミノ酸の力で脂肪燃焼効果もゲットできますし、
ビフィズス菌も入ってますから本当におすすめです。まあ、オリゴ糖も入ってますけどね。あとはやっぱポリフェノールもなんとここで取れてしまいますから、冒頭でお伝えしました、その活性酸素が除去できて若返ることもできるというもう優れた甘味料になります。では最後の項目3つ目です。どのようにその魔法のダイエットドリンクを作ることができるのかということで、今回私が作ったレシピはこちら、腸活きなこドリンクになります。でこの材料レシピをご案内した後に私が実際に実演を交えて動画ご用意しておりますので、作り方や様子をしっかり見ていただきたいと思います。まず材料1人分です。まあ1杯分ですよね。とにかく朝起きたらもうすぐにこのドリンクを作ってください。無調整豆乳が 150ml です。でおすすめはホットです。あのカップにも入れてレンチンですね、もう電子レンジで、まあ、600ワットで1分ちょっとぐらいでも十分だと思います。お好みで温めてください。そしてこのきな粉はもう完全無添加の遺伝子組み換えではない国産大豆の、まあ、できれば黒豆からできているきな粉がおすすめです。まあ、なかったなかったでね、あのいろんなきな粉そこまであの栄養やカロリー変わりませんから、まあ、ポイントは黒豆からのきな粉ですと、まあ、アントシアニンが取れますよっていうところがポイントになりますけれども、どんなきな粉でも OK、 無添加であれば OK です。を大さじ2杯準備しましょう。そして黒すりごま、こちらも例えばそうですね、有機栽培の良い黒ごまを使ったすりごまがいいと思います。無添加ですよね。を、まあ、国産でが小さじ1/2杯、そして蜂蜜が小さじ1以上の材料を準備してくださいね。それでは今から実演交えた動画作り方ご覧ください。いかがだったでしょうか。以上のドリンクを
朝一杯飲むだけで冒頭でお伝えしましたダイエット効果をゲットすることができて、あなたは健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。とにかく朝一杯から始めてください。そのことであなたが健康で綺麗に痩せることができますように心から願っております。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。